霞は、大日本帝国海軍の浅潮型駆逐艦10番艦である。この名を持つ、帝国海軍の艦船は、暁型駆逐艦、霞に続いて2隻目。1945年4月、棒の岬沖海戦で沈没した。1936年1月20日、浦賀選挙で、建造予定の駆逐艦1隻が、朝雲と命名されたが、 6月19日に霞と解明された。12月1日に気港、1937年11月18日に浸水。1939年6月28日に浸航し、同警官のあられとともに第18駆逐隊を編成した。11月6日に影楼が編入し、15日に第2艦隊、第2水雷戦隊に配属された。 12月20日、白縫いが編入し、第18駆逐隊は霞、荒れ、ろう、白縫いの四隻体制となった。1940年10月11日、横浜港沖で行われた、紀元2600年特別観艦,艦式に18、けるの両艦と共に参加。18けるは第3列に配置された。1941年9月1日、 宮坂義人大佐が、駆逐隊司令に就任した。真珠湾攻撃に備えて、第18駆逐隊は、第2水雷戦隊の指揮を離れて、南雲機動部隊の警戒隊に編入し、一水戦機関の軽巡アブクマ第17駆逐隊と駆逐艦集運と行動を共にした。1941年11月26日、南雲機動部隊警戒隊は、 空母6隻の護衛として、タンカン湾を出港、ハワイ作戦に参加した。1942年1月8日、クレを出港して、トラック白地へ進出。機動部隊とラバウル攻撃20時、以後、2月には、第2航空戦隊のボートダーウィン攻撃、ジャワ南方機動作戦、4月の正論沖海戦に参加。4月23日、 クレに入入港し入居整備を行った5月1日、第18駆逐隊は第2水雷戦隊指揮下に戻った。5月下旬にサイパンに進出。6月5から7日のミッドウェー海戦に攻略隊の護衛として参加した。ミッドウェー作戦の中止を決めた連合艦隊は8日、従順に熊が沈没し、 従順斎場が大破した第七戦隊の指揮下に第十八駆逐隊を配置し、護衛を命じた。十四日、第七戦隊の斎場を従順熊野、従順鈴谷と共にトラックに帰投。斎場をトラックに残し、熊野と鈴谷を護衛して23日、呉に帰投した。呉に戻った第十八駆逐隊は、北方方面に展開する第五艦隊の指揮下に入った。 6月23日、大本営は、ミッドウェイ作戦の陽動で占領に成功した、アリューシャン列島のアッツ島とキスカ島の維持を命じ、胴体は日本から、兵員や武器を輸送する戦団の護衛任務に就いた。28日、霞、あられ、白縫いの三隻が、横須賀から、水上規模艦チヨだと輸送船あるンチナマルを護衛し、キスカ島に向かった。 東京湾で23日に駆逐艦山風がアメリカの潜水艦ノーチラスの来撃で撃沈されたため別の輸送船を護衛する予定のカゲロウが東京湾で相当作戦に従事した7月5日未明チ代田とアルゼンチナマルはキスカ島キスカ湾に入港した第18駆逐隊の3隻はキスカ島沖で農務のため下白中アメリカの潜水艦 グローラーの襲撃を受けた。霞は一番砲塔前の下部にひかみなりし、大破した。あられは沈没、白縫いも大破した。日本海軍は14日府で、宮坂司令の任を説いた。霞と、白縫いは、空襲で沈没した、特設運送船日産丸の残骸に隠れて、応急修理を行った。19日に、影楼が、菊川丸を護衛して、キスカに到着。 20日、行動不能の霞と白縫いは第5艦隊付属となり、ロウは南方作戦の第15駆逐隊に編入された。駆逐艦長派が救難資材と行員を乗せて27日にキスカ島に到着した。霞は26日から栄光実験を行って栄光可能と判断され、27日午後、駆逐艦雷の栄光とロウの護衛で、 キスカ島を出発した。悪天候のため霞の栄光は難航し、雷の燃料が逼迫したが、8月3日にバラムシル島に到着した。5日、栄光館が駆逐艦電に変わってバラムシルを出発、9日に石狩湾に入港した。10日、タンカー富士山丸に栄光されて石狩湾を立ち、13日にマイズルに到着した。 マイズル海軍交渉で修理に着手した。15日、第18駆逐隊は解体。霞と白縫はクレチンジュフ予備官となり、31日に特別駅務、駆逐艦に指定された。9月3日、白縫がマイズルに到着した。10月15日、霞と白縫は第4予備官に指定された。 知らぬいより修理が早く進んだ霞は1943年5月20日に第1予備駆逐艦になり6月30日に修理が完了した。同日、新造艦の訓練、連成を主任務とする第11水雷戦隊に編入された。修理中に重油タンク加熱装置を積んだ霞は第11水雷戦隊への合流に先立ち装置の実験のため マイズル交渉の関係者を乗せて7月4から12日の間、カラフト、シスカまで往復する航海実験を行った。実験を完了して18日にマイズルを出発、内海西部で第11水雷戦隊の各艦と合流し、以降は訓練を行った。25から26日、戦艦ヤマトの伝端講味に協力した。29日に、 電探射撃訓練に、英敵艦として協力したが、途中で英作が切れた。8月、瀬戸内海で訓練に10時16日、第5艦隊、第1水雷戦隊の、第9駆逐隊に霞が編入することが内示された。17日、ヤマトなど主力部隊が暮れから、トラック白地へ出撃し、霞と、第11水雷戦隊の早場、鈴波。 富士並の駆逐艦4隻が途中まで護衛した。20日、霞は駆逐艦橋、早場、鈴波、富士並と対空訓練を実施した後、クレに開港された。9月1日、霞は第9駆逐隊に正式に編入し、再び第5艦隊の一員として、北方海域で活動することになった。2日に、クレを出発。那智を護衛して6日に、 バラムシル島に到着した。その後は、北千島列島方面で、戦団越えに従事した。10月29日、第9駆逐隊の司令駆逐艦になった。31日、朝雲は、第10区畜隊に編入された。アメリカ軍が11月21日に、中部太平洋のギルバート諸島に上陸を開始した。ことを受け、霞は1月下旬から一時的に、 内南洋部隊の指揮下に入り、横須賀を経由して、マーシャル諸島のルオット島へ緊急輸送を行った。12月15日に、トラック白地に到着し、ラバウル空襲で損傷した最場を越えして内地に、帰島した。南洋任務を終えた霞は22日に、マイズルに戻り、電誕の装備や対空機銃の増設工事を行った。1944年1月18日、 霞は整備、修理を終えて、舞鶴を出撃し、北方方面での戦団護衛任務に復帰した。3月1日、白縫いが第9駆逐隊に編入したが、南方海域で護衛任務等に当たっていた。3月15日、第9駆逐隊の霞と白雲、薄雲は輸送船4隻を護衛して、小樽を出港し、釧路港を経て、千島に向かった。 しかし16日、釧路キでアメリカの潜水艦唐トグの襲撃により、白雲とヒレンマルが撃沈された。霞は周辺海域の対戦紹介を行ったが、成果はなかった。31日に第9駆逐隊は解体され、薄雲と霞、白縫いの三隻で第18駆逐隊を編成、引き続き井上大佐が司令となった。6月中旬、 マリアナ方面の戦いが始まり、第五艦隊各艦は横須賀への入港を命じられ、霞は護衛任務を中止して24日までに横須賀に到着した。サイパン島への海上突入作戦が計画され、霞なども参加を予定したが、マリアナ沖海戦に敗れるなどして作戦が中止となった。6月27日、霞と知らぬ岩、 東京湾と青ヶ島の間の対戦紹介任務に着き、その後は、那智、従順足柄を護衛して、大港に向かった。再び北方での護衛任務に戻ったが、7月7日、小樽から、北千島へ向かう船団を護衛中に、米潜水艦スケートの攻撃を受け、薄雲が沈没した。 8月に洋島、父島への輸送任務にあたり、以降は南方での作戦に備えて内海で訓練を行った。第五艦隊司令長官、島清秀中将が指揮する第二遊撃部隊は台湾沖航空船の残敵を相当する命令を受け、10月15日にクレを出撃した。しかし16日に米機動部隊が健在であることが判明し、 レーテワンに来襲した米軍を撃滅するため、第21駆逐隊を除く、第2遊撃部隊が、スリガオ海峡に向かった。25日午前3時過ぎに、スリガオ海峡に突入したが、アブクマが、ひかみなりし、ナチが最上と衝突したため突入を断念し、残存艦艇は、コロンワンに退避した。慶順ヌの救援に向かった白ヌイが27日に、 空襲で沈没し、井上司令も戦死した。日本軍は、霊帝沖海戦後、陸軍兵力を、ルソン島から、霊帝島へ移動する多合作戦を発動した。霞は10月31日から11月1日の、第二次作戦の警戒隊に駆逐艦沖並み、初春、初下、解剖艦4隻と共に参加、輸送船4隻を護衛した。 野戸丸が沈没したが、輸送作戦は成功した。5日に、マニラ湾の大空襲で、ナチが沈没、アケボノが大破し、霞と初春、初シオは、上院の救助を行った。11月8から9日、霞は、第4次作戦の警戒隊に収葬、塩、朝下、長波、若月の駆逐艦5隻と、解剖艦4隻で参加。 輸送船三隻を護衛した。空襲で高津丸、カシ子丸、解剖艦一隻を撃沈され、揚陸も重火器や弾薬の一部に留まった。キロでオルモック湾へ向かう第三次輸送部隊と合流。艦隊を再編し、霞、周荘、潮、初春、竹の五隻がマニラ湾に帰島したが、 第3次輸送部隊は11日に空襲を受け、朝霜を除いて全滅した。13日、マニラ湾は再び空襲を受け、軽巡基礎と駆逐艦4隻が沈没、または着底した。同日深夜、航行可能な駆逐艦5隻は、第5艦隊司令部を乗せ、マニラを脱出した。15日に、第18駆逐隊は、解体され、霞は、 第七駆逐隊に編入したが、領艦二隻の内潮は修理が必要で、明けぼは沈没していた。11月20日に第一水雷戦隊は解体され、第七駆逐隊は第二水雷戦隊に編入。木村少将が戦隊司令官になり、霞は第二水雷戦隊機関を務めた。第二遊撃部隊は22日、林河白地に到着した。霞は、 座礁により大破した戦艦春名を護衛するため、機関を潮に変更して、初島と共に、リンガを出発。29日に、シンガポールで、春名を護衛し、12月5日に、台湾、マコーに到着した。護衛を終えた霞と、初島は、戦断護衛の命令を受けて、台湾、高尾へ向かったが、霊帝方面の戦局の悪化を理由に中止され、10日に、 ベトナムカムラン湾に到着した。17日朝、霞と、初モは、輸送船日英丸を護衛して、カムラン湾を出発し、同船分離後は、マレー半島北東タイランド湾で、米潜水艦の攻撃を受けて大破した、従順妙高に合流。霞は、妙高の栄光を試みたが、栄作が切れて断念した。20日、フィリピンミンドロー島を攻撃する、 霊合作戦が発動された。霞は第二遊撃部隊本隊に復帰し、22日にカムラン湾に到着した。霊合作戦には、足柄、慶巡を淀、駆逐艦五隻霞、神荘、浅島、茅谷、杉、菓子と共に参加し、霞は第二水雷戦隊機関を務めた。夜間空襲で神荘が沈没した。霞は、 魚雷4本を発射、米軍の機銃装者で5人が戦死し、真相の乗員を救助して、戦場を離脱した。28日夕刻にカムラン湾に戻った。霞は、足柄、大淀、朝島と共に、シンガポールへ向かった。1945年1月1日、4隻は、シンガポールに到着し、霞は修理と整備を行った。3日、 第二水雷戦隊司令官は、小村慶三少将に交代した。25日、第七駆逐隊に、響きが編入し、霞、潮、響きの三隻となった。2月上旬、第二水雷戦隊の霞と、初霜、朝霜は、北号作戦に参加した。第四航空戦隊を護衛して、シンガポールを出発。香港での風。 神風を編入し、2月20日に、呉に帰島した。3月10日、霞は、第21駆逐隊に編入した。残存官邸で、沖縄に突入する天一号作戦が発令され、大和と第21駆逐隊三隻を含む、第2位水雷戦隊が参加した。4月7日に朝下が、機関骨章で落語し、霞は、臨境人右側に位置した。 米機動部隊艦載機の空襲を受け、霞は13時27分に被弾した。直撃弾と資金弾により機関部に浸水、航行不能となった。17名が戦死、43名が負傷。冬月が霞に雪原して、乗員を収容した後、雷撃で処分し、16時57分に沈没した。朝霜も沈没し、4月20日。 第2水雷戦隊は解体した。初下は、摂風の第17駆逐隊に編入された。5月10日、霞と朝下は除籍され、第21駆逐隊も同日府で解体した。白浜星7中佐。1938年12月15日から1939年6月28日。白浜星7中佐。 1939年6月28日から1939年11月15日、磯久志健馬中佐。1939年11月15日から1940年11月15日、戸村清志中佐。1940年11月15日から1942年8月20日、とも平中佐。1942年8月20日、 1942年9月10日、杉岡みゆき中佐。1942年9月10日から1942年11月15日、山名広志優勝佐。1942年11月15日から1942年12月20日、山名広志優勝佐。中佐。1942年12月20日から1945年3月1日。 松本翔平少佐。1945年3月1日から1945年4月15日。ありがとうございます。